はい、夜中のティータイムです。ティーブレイクですよね。お風呂入りまして、洗濯終了いたしまして、今の時間は、日付変わりまして、2023年の3月6日月曜日、0時32分ですね。冷えるといけません。アイスクリームね。牛のチッチーです。牛のチッチー、実際そうですか。牛のチッチーがね、アイスクリーム原料ですから。今度はね、いろいろ話、キリがありませんけどね。卵の値段が高騰して、供給が少ないと。くだらないですよね、もう。なければ、それでね、もういいんでね。ね、しかしで、ね、再びしか。ウコッケーランならね、1個500円のエッグありますよ。しばらく買ってませんけどね、あれはうまいですよ。1玉500円ですよ。ダブルで1000円ですよ。まあそういう卵ならありますよ、探せば。食ったないですね、やれ。食品の高騰だの、なんだの、かんだの。食品の高騰、なんか実感はありませんよ、全然。値段が上がった。ありませんよ。コーラなんか値段下がってますよ。一昔前に。二昔前に比べると。高ければね、買わなきゃいいんじゃないですか？相場より高ければ。ラーメンが高騰してる。何が高騰してる。テレビが、マスコミがバカ騒ぎしています、あれは。値上げの話、バカげてますよ。そんな感じありません、それが。値上げというよりね、電気代金がぼったくりなんですよ。これは値上げじゃありません。ぼったくりです。ばられているんですよ。関西電力のね、社員はいい思いを行ってますよ。ね、集金でね、来てた、昔ね、集金来ていただいた方ね、関連の社員さんなんですけどね、怖そうな方ですけど、私はね、来てくれと言ってね、家に集金来ていただいてました。その方の話のしやすい方なんでね、男性の方でね。見た目怖そうですよ。怖い人の方が話しやすいんですよ。はっきり言うとね、会話する方が私いいんですよ。うじうじしたのは付き合いですから、男でも女でも。どうぞと私とね、会話ができればそれでいいんじゃないですか。まあ話がね、二転三転横に逸れてますけど、もうその方なんで、もう愚痴りますけどね、電気一体どうなってるんだって言って。ねえ、だけどその方もしっかりされてますよ。その当時でもか、今は分かりませんけどね、もう20年、20何年前でしょうか。中学校を卒業されてね、関西電力、入社されて、その中の何か高等学校の資格ね、取れるところがある、通信だと思うんですけどね、それでこう中で、まあ、社員さんね、採用され、中学卒業して採用されて、中でね、いろいろ
なんか高等学校のね、資格取られて、ね、その当時ね、係長になっておられますからね、非常に優秀な方ですよ。私ね、最初大学、どちら大学出てるんですかって聞きましたからね。え、中学でね、関西大学入った時ってね。まあ私に少し年、少しばかりね、年下の方なんですけどね。まあいいですね、だけどね。大手の会社で、ね、その電気代金どうこうはね別にしまして、まあ庭の木でもね、仲間の方呼んでね、メーターボックスのところ見にくいからね切らしてほしいけど、じゃあいいよって、じゃあその代わり、いや連れてくるからって言ってね、まあ、来ていただいてね、私はその場でその方たちにジュースね、そんな木、剪定業者に頼むとね、莫大な料金必要ですからね。まあ、一軒家で草ぼ、ぼうぼうでしたから、大阪の郊外にいましたときね。まあ、何かというとね、そういう時もあったんですけどね、今はもうぼったくりですからね、話できる方もいません。なんか、電話かけてもね、うじゅうじゅうじゅうしています。話ぶり聞いてて、もう嫌になります。そうです。はっきりね、言葉を話しろって言いたいの、私はね。あんな話の仕方ね、まあ、もう、会話にもなりません。目の前でもそうです。何怖いんでしょうか、私の顔見て。単なる嫌なんでしょう。他の方とはね、気軽に話して、私にはね、そんな話し方されたら私迷惑ですよ。何その方で何行ったかと思ってね、私でも頭変になります。ね、ズバリね、私と会話するの嫌だからと言えばいいんですよ、一緒のことね。まあどうせ嫌われますからね、私知って。まあ、ここね、マンションなんですけど、まあ、左のね、ところ、まあ、私座っていますから、右側になりますけどね、今、画面上で左になりますけどね、浴室、トイレなんで、つながっておりません。上にもね、あります、上はもうリビングなんでね、お休みの部屋は、一部屋ありますから、ね。これだけね、12時40分に話してもね、何の迷惑なんかなりません。まあ、いろんなね、騒いだの、なんか苦情あったそうなんですけど、他の、ね、今落ち着いてますけどね、私はそんなことは目口出せませんよ。まあ、なんかね、なんか騒いでるなという感じはありましたけど、私関係ありませんから、そんなことね。そんなことを言えばマンションなんかね、ホテルでもそうです。行くこともできます。マンションは到底ね、無理です。そんなこと言ってますと。まあね、なんか値上げの話からね、関連の話、社員さんの話ね。大学卒業と思っていい。ね、中学卒業生関連の中の高等学校卒業されてね、高等学校資格をお持ちで係長になられてね、まあ立派な方でして、ね、話できる方がやはりねいいです。どんな方でも話のねできない方としても嫌です。もうそんなね人間だったらもう近寄らなくて結構です。私もきちんと話するときは会話いたしますよ。くだらないこと申しますけどね、マスクもタバコ、まあこれもね関電のクーポンハッピーポイントで引き換えましたけどね、負担こちら210円を行った方が得です。結局ねちょっと失敗しちゃいました。
シングル2個控えてもね、ポップスクープこの小さいのいただけませんから、その上にね約940円分払うことと変わりもない、お金は一銭の負担もかかってませんからね、そこはやはりあのポールツイ使い方少しね見過ごしましたよね。あ、電気ね、節電プロジェクトね、そんな到底できませんけどね、体調崩しますとか、今でも暖房つけております、20度で、3月だからいいわ、自分のね、やっぱ、足のこととか考えればね、やはり冷やすの良くないんで、お風呂から上がってね、倒れるの、もうそんな嫌なんでね、それだったら暖房つけてね、暖かくする方が、体にはね、悪くありませんから。ケット帽子もね、3月になれば、そろそろね、見苦しいという感じありますけどね。ですが、近鉄線の各沿線行きますとね、あの冬の服装を3月もしておりますけど、阪急ではね、やはりもうそんな、まあ見えっぱりなんでしょう。冬の服装なんかして私結構目立ちましたからね。だけどそれはもう、自由なんでね。私、そんなお育ちのいいね、沿線じゃありませんからね、阪急線のね。人様はよくね、私阪急線と言われますけどね。そんなお育ちよくありませんから、私は。あの食い物はね、口は綺麗ですけどね、沿線に関してはね、やはり私阪急線って言われるとね、あまりいい気しないんでね。なんかそれ嫌味で言われてるような感じでね、阪急線ご出身ですかって言われるとね、頭いっちゃいます。はい、そうですかとは言いませんよ。口が裂けても。沿線違いですと私は申します。ね、はい、そうですかとね、私意味じゃありません。違いますから、実際ね。乗車するのとね、その出身地。ね、好きとか嫌い、買い物するしない、私のすべて権利です、それは。ね、阪急神戸線ね、調布って言って全然調布なことありません、最近見てますけど。まあ、身勝手ものが非常にね、多いです。まあ、駅が甘いからね、それは。単なるね、口で黄色い線を下げて電車発車できません、それ、ね、って言ってもね、そんなこと聞く身も落ちませんが、私としたら見ざりになる一方です、それは。カウンデのクーポン500円の210円パスで、ね、会員の。これは36年前の再現です。同じもの。若干の味の違いはあります。まあ、一度すべてね、これ販売終了までに、すべてのフレンチバニラでもいいんですけど。電車発車いたしました。最終の1本早い便ですね。47分だね。
1時が最終です。音で分かります。ここ座ってますと、この後ね、貨物列車も通過しますしね、なんか昔より少ないようですね。5時過ぎぐらいでしょうか。5時10分ぐらい。東京からのサンライズ、瀬戸出雲ね、通過しますしね。その前に始発列車、4時59分に出発しますけどね。で、赤電ね、山陽電鉄線が5時8分にね。もう、早朝に起きればね、もう朝だなとね。西側に行く電車ね、山陽電鉄線の方が始発早いんでね。帰りも不思議なことにね、東向きはね、山陽電鉄の方が遅くまでね、合いますから。コーラとでもいいんですけどね、体冷えますからね、紅茶とお砂糖たっぷりの紅茶とね、お砂糖少ないんでね、大便のね、量が少ないんですよ。私前回大便ね結構出ましたの、おひな祭りのね朝に出ましたけどね、その後あまり少ないんでね。ガスはよく出るんですけどね。ガスなんかね、効かせられませんよ。この状態でもね、ガス出ることありますけどね。まあ、そのままガスね、音入ります。それはそれでね、まあ、いいんで、どうしようもありませんからね。まあ、これだけね、話してもね。全然平気です。静かにしてくださいね。どなたも言っていきません。だって聞こえませんから。だって聞こえませんから、本来ね、カスタードプリンにね、アイスクリーム、プリンケーキとかね、いいんですけどね。なかなかプリンケーキありませんからね。ごたごたね、最近のケーキ凝っていますからね、もう。あれがすべてね、インスタ映えで客寄せですよ。あんなことを行ってるのは。パカ入れますよ。あそこでもそうでしょ。まあ、電車の話になりますけどね。鎌倉のね、江ノ電のね、撮影スポット。バカですよ、あの演長。海に向けてね、撮影して。昔からあんな景色ありますよ。まあ、インスタはね、活用はしますけどね。私も今、インスタは上げておりませんので、ね。バカげてます。そんなことでね、商売儲けさす必要ありません。すべてそういう店でね、まともな店じゃありませんから。福寿司のね、インスタグラム私、久しぶりにね、メッセージ送りましたけどね。まあ、いくらが入ってなかったので。そんな程度です、活用するの。でね、写真で投稿した海鮮丼のいくら入ってなかったことでね、メッセージ送っていくらが入ってませんでした。次回サービスお願いしますねって、実際ね、いくら忘れてましたからね。
サービスしていただいたのいくらがそうでした。私も勘違いと思いましたけどね。それはね、お店の方に全て伝わっておりましたからね、実際私もそんなくだらないことでね、ごちゃ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 言いませんから。よければね、いいです、それね。いくら避難チラシでも、食べれないも入ったらね、私も嫌なんでね、作っていただいてチラシ持って帰りますよ。そんなに避難祭りのチラシと変わらないんです。まあ、いろいろ考えたらね、カニ爪、頭付きの、それも車エビの普通のね、なんかエビなんでね、それだったらね、普通のチラシにして、なんかネタ買いする方がいいんだね。やっぱりね、いろいろですよね、こういうことは。名前も一応避難チラシね、きれいにしてありますけどね。まあ、実際私の形チラシもきれいにね、してありましたよ。なんだ避難チラシとね、誤差ありませんよ。まあ、避難祭りですかね、チラシ私買いましたよ。まあね、ひな祭りで結構忙しい場面でしたけどね、まあ、あれだったら巻き寿司の時はもっと忙しいですよね。まあ、専門のところがつくのでね、まあ、美味しいですけどね、巻き寿司。結局ね、ぼったくりの巻き寿司ね、根本がまずいんでしょう。まあ、最近私買ったんですからね、文句は言いようありませんよ。だからね、節分のやつは巻き寿司丸かぶり、それは自由なんで。ごちゃごちゃ入ってるのね、鉄火巻きの方がね、それでいいんで。ダイナムマツです。昔の小倉ですね。これはね、年中あります。金ね、出して購入できるとかね、まあどうでもいけますけどね、山登りを行えばね、山登りを行えば徒歩で行けますよ。一部メニューが少ないんでね、あれはね、4個のケースを並べます。それでどうしてもね、4個単位で少なくなるんですよ。通常31のみ32個あります。お店って28のとこもありますからね。ショーケースの都合上でね、それはもう、どうしようもありませんから。まあ、実際ね、これ、金出して買えば710円ですけどね。まあ、得な時、損な時、いろいろね、組み合わせによって、いろいろですね。ね、フレンチマヨのところの油の組み合わせ、ね、美味しいんです。まさにバブルです。普通の場合はね、あります。この油もありますよ。残ったね、麺は嫌いなんでね。
さすが人間古いですから。取ったりね、ネーミングはね、それでお金ね、そこに金かけてるでしょ。中は手抜きです。それが嫌なんです。ね、あの、握りの場合も、中なら中ね、上なら上、それでいいんじゃないですか、サービスなら、サービスに。ランチの 1.5、1.5、1.0。それでいいんじゃないですか。私、前回の組み合わせ、3月3日の組み合わせね、あの、1人前半もありましたけどね。1人前半注文しても、握り3個多いのとね、幸福巻き2個つきますから、それもう2個もいらないんだよ、幸福巻きよ。それで、ランチね、1550円で、まあ2人前ですよね、合計ね。なんて言ってもね、赤だしがダブルでいただけるんでね、それやはりいいですね。欲張りなんで、私ね。それだけもいいんですよ、別に、お店でね、お金支払えば。食べたいんでね。見栄とかそういう義理とかじゃなくて、食べたいんでね、私。まあ、ですが、700円のランチね、あれはいいですよ。私はイカをね、エビに変えていただけますけどね。あれはいいですよ。そこに伊達巻き1個プラスも、伊達巻き確か120円だった。1000円でお釣りきますね。伊達巻き1個、まあ盛り合わせのようになりますね、そうなると。幸福巻きも、なんかが、注文可能なようだったんですけどね。まあ、盛りやすめにもありますけどね。まあ、ランチの時間帯に行けばね、ランチのメニューは得なんでね。16時、4時まで可能なんで。そこから1時間経ちますね。赤だしのメニュー。その1時間はなんか赤だしつかないようなね。5時からメニューね。まあ、容量分かればね、そこはね、うまく活用して、3時30分ね、少し私も予約料遅れていきますからね。まあ、40分ぐらいにね、まあ、30分の時もありますけど、早い時もありますけどね。逆算でね、計算してますから。まあ、最もね、空いてる時間帯ですね。この時間帯は。あまり3時半なんかね、牛の背中であまり食わないですからね。あの話すともうですね。言いました。まだありますね。まあ30分ね、私は一旦話すと30分ね。まああれこれね、話、まあ、ミックスジュースになりますけどね。もう春になればね、いい景色、綺麗な景色ね。まもなくもう、街の景色ね、綺麗になりますからね。まあもう少し、あと2週間ぐらいでしょう、およそね、今日。もう月曜なんで、あと2週間ぐらいでね、きれいになると思いますよ。まあ私もね、まずね、この
部屋はね、綺麗に行わないと春はやってこないね。まあ難関というわけじゃないですけど、予定よりね、遅れますわ。まあもうリザーブ済みですけどね。だからそれはいつかということはね、この場ではお話しできません。まあ、私もプライバシーの観点からね、そんなこと申し上げられません。まあ行くのは確かですけどね。そんなことは私、どうぞとこうします。それいつ行くかということね、この場でそんなことね、申し上げる必要はありませんから。それはもう工事もありませんしね。そうなんです。車は通りますね。もう知らぬ間にで、もう最終電車出発いたしました。まあ、桜餅フレーバーありますね。サーチはね。まあ、すべてね、和のメニューも可能ですね。まあ、メニュー、和のお品書きと、言葉ね、ここらは、日本らしいですよね。和のメニューね。和のお品書きね。来るね、何かアイスクリームもねたくさん食うと消化器消化管にダメージ受けてね、やっぱり下痢がするそうで、私も11個食ったとか、さすがにそれはねもう下痢しましたけどね。昨年札幌でねアイス11個食った時はもうさすがに下痢しましたけどね。水上の、まあ、それは実際そうですよね。11個は少し多いですよね。ミニカップ11個はね。まあ食べるの自由なんですよね。まあ下痢するの大変ですね。トイレ走るの大変ですからね。この程度はね、大便の原料です。あとは、紅茶飲んで、少しね。洗濯終わりましたし、ね、あと2週間ね、平均して、まあ、早い開花もあると思いますけどね。それぐらいじゃないでしょうか。まだつね、順調に、もう、ピンク色のところもあるようですけどね。ほころびていってますけどね。私はまだですけどね。まあ、とりあえず、ひな祭り、終わりまして。まあ、今ね、もう本日からね、52週間、後の日曜日がひな祭りです。先の話ですけどね。ちょうど52週、まあ今電車通過してます、最終電車。1時だ。どうせね、バカが騒いだんでしょう。東海道線の中で。バカ出てますよ、もう。
どうで、私、耳悪くありませんよ。ああ、もう話してるから、電車通過したなと思ってね、いましたからね。今、1時7分ですけどね。まあ、大きなトラックね、走れば家の中揺れます。まあ、東海道線ね、ぐちゃぐちゃと、トラブルあったりね、車内でね、信号故障、ね、なんだのかんだ、もうしょっちゅう電車ね、遅れたりね、止まったり、頻繁です、そんなこと。やっぱりね、人間のバカなんでしょう。はぁ、あげ上がりますね。まあ、感覚がね、甘いですから、ことの方も。それにね、遅れればね、駅でね、ごねますから。ごねても遅れたのもどうしようもありません、そんな。大きくなったりしてね、ごねますから。まあ、この冬のね、なんか雪の時の対策は、私、その詳しいことわかりませんからね。まあ、そんな時はね、電車乗らない方がいいと思って乗りません。なんか、もう起きてからね、嫌なんでね。予想察知します。冬にね、昨年のようにね、電車が運休しましたらもうちょっと困っちゃいますけど。まあ電車なんかね、乗車の仕方は工夫ですよね。誰でもね、早い電車は誰でもね、そちらに集中しますから。まあこういう時ね、各駅電車でもいいなというね、それが妥協すればね、楽して帰れます。楽をこなほうがいいでしょ。混雑するようにね。まあ、それは人それぞれですよ。大阪前からね、各駅停車で帰りますと結構時間かかりますけどね。それでも、楽できるからいいんじゃないですか。まあ、阪神線ならね、結構な時間ですけどね。まあ、阪急線なら普通列車でも早いんでね。一回の通過まで待ち合わせ我慢すればそれでいいんだね。混雑してね、時もまあ乗車するときはしますけどね、再びね、混雑してきていますから、その上になんか減便しておりましたし。どこもね、減便していますけどね、人は戻ってきていますね。余計混雑がね、何かひどくなっています。なんか東京でもそうですよ。銀座線ね、もう私は3分に1回というのをね、頭入っておりまして、銀座線は3分、日中3分に1回というね、今もう5分に1回ですからね。東京のね、中心で5分に1回と3分に1回は全然違いますよ。3分間待つんだよというね、なんかセリフありましたけどね。今、時刻表を見ましたら5分に1回ですからね。まあ、結構ね、客は戻ってるはずなんですけど、混んでいますからね。まあね、それは戻らないとね、お客さんいて、電鉄会社ですからね。お客さん運ぶの仕事ですからね。まあ今人の命預かっていますから、ね、クソバカの外人も増えましたから最近ね。うるさい。あんなもの来なくていいんですよ。中国人来ないからね、早く戻ってほしい。あんな中国人戻ってくればね、荒らし回りですよ。実際北海道もそうですよ。もう荒らしてると。日本の客大事にしようと言いたいわけ、私はね。日本のお客さんをね、嫌な方はね、もう、外国人大事にしてね、常連さん、日本の人の常連さん大事にしなければね、お客さんはね、嫌気してきません。
まあ他のね、ところで爆発なんかはね、まあそれはね、そういうやり方なんでね。私、近鉄百貨店そんなことしたら私許しません。文句言います。常連大事にしないのかと私は言いますよ。外国人ね、流行るんだ、それにね、越したことはないと。私は言いますよ。まあ、大丸とかね、阪急デパートは何言ってもね、もうそんな外人でね、持っていましたら、それで、どうしようもありませんね。近鉄百貨店はね、そんなこと口が裂けてもね、私には言わせません。私、常連です。だからね、まあ、いろんな話させていただきましたけどね。もうお休みします。もう遅いですね。41分お話しいたしました。あ、外で騒いでおります。バグが増えてきます、この時間だから。最新電車すごくね、バカが増えてきます。Good night!